今日は沖縄に住む妖怪酒飲み独身アラサー社会不適合者のフルカンバブブーがお豆腐で作るグラタンを紹介するよ。絹豆腐を使ったんだけど、こうやって卵と混ぜ混ぜする前に電子レンジで2分ぐらい加熱してね。加熱しないとね、出来上がった時にね、なんかびちゃびちゃになる。びちゃびちゃになるのさ。とりあえず豆腐と卵を混ぜ混ぜして上に好きなトッピングをすればいいだけって話や。私はね、冷凍のエビと冷凍のブロッコリーがあったから、こうやってトッピングしてみた。これ絶対うまいじゃん。もう確実にうまいよね。ちょっとごめんなさい。あとね、豆腐と納豆を混ぜ混ぜするときに一緒にマヨネーズも入れた方が美味しいかも。で、余ってたチーズをね、こうやってね、ただただひたすら上にかぶせていく。かぶせていく。かぶってるわ。ちなみに私は豆腐と卵にマヨネーズ入れるの忘れてたから上にかけてみた。このオーブンさ、前に TikTok レシピで大賞に選ばれたときにもらったやつださ。グラタンが焼かさる間に猫猫タイム。あんたたちメイクちゃんだねー。ちょっとさ、このアナログの音聞いて。アナログの音。アスカラエクソエクソヨアイテクソエクソダメってことで出来上がりました。これはどれぐらいの時間焼いたのかはちょっと忘れました。ごめんなさい。マジでさ、これ料理動画になってねえよな。ごめんなさい。ごめんなさい。謝って済む問題だと思ってるから謝るだけ。これね、味を整えるためになんかブラックペーパーとか入れても美味しいかも。こんな感じでした。ちょっとね、ヘルフィーな味だった。ヘルフィーな。